ダブルダウンの話して。いやもうすいませんけど、ちょっとダブルダウン、はい、気になるのあるんですよ。あ、はい。誰が一番怖かった？やって。ああ、一番怖かったあれ、ベヨネッタ、フォーエバー。ああ、ね、そうや、そうや。フォーエバー。米さん、確かそうじゃなかった。落としてる、裏で落としてる。そうそうそう、ベヨ。マジで？ベヨです。それはどうして、対戦経験が少ないからとかっていうこと？怖さ？対戦経験もあんまり少なかったし、うん、その人が乗ってたんですよ。要は勢いに乗ってるプレイヤーの一人だったんですよ。一番怖いよね。そう、うん、僕がちょっと練習してたりとかしてた時も横で見てたような気がしてて、うん、なるほどね。あ、相当警戒してるなって思ってた、うんうんうん、で、まあ、結構念入りに見てた、うん、なるほどね。怖かったですね。なんかレオの次に怖かったなみたいな。へえ、やっぱまあそこはね、レオっていうのが戻ってくるかなって思ってたんだけど、うん、そっか、ベヨネッタ強かったね、あの日のフォーエバー強かったね、まあ、強くて対策してなかったらちょっと危なかったね、やっぱり。負けてたと思う、ね、ベヨな、いやベヨ相当難しいと思うけどな。いやだよね。うーん、で CR として行くわけじゃないですか、はいはい、やっぱ倍緊張するみたいなことあるんですか？バナさんあれだもんね、めっちゃ緊張するもんね。まあ、めっちゃ緊張しちゃうんですよ。度が過ぎると、うん、もうなんかもうどうでもよくなってくるね。逆に逆に。なるほどね。いいことだと思う。いいことだと思う。すごい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 、それは。で、まあそのままこう勝ち上がって、なんかもちろんね、MK レオ戦とかもあるけど。まあレオ戦じゃない。ね。でしょ。そうなるとロボットが出てきた。そうだね。うんうん、ロボどうやった？一回に黄色いロボットが出てきた。いやもうやばい、びっくりした。そう。ね。なんか実はレオとフリーしてたんだけど、うん、ロボット1回も出してなくて、で大会も1回も出してなくて、うん、いきなり出してきたと。たまらずロボットたまらずロボットたまらずできたよね。あの一つ言っていい、ジョーカー出せよ。あ、それは思った。まあね、まあ、そういった意見もあったろうけど、え、でも最近復活してるからさ、うん、まあ、でもバナムさんとダブルダウンの後からだから、うん、そっか、そうだね、そうだね。なんかしっくりきてないみたいな話してましたよね。あのスリングショットがうんちゃらこうちゃらでちょっとまだしっくりきてないとか、なんか、あんまり自分の思った通りに動けないから、うん、みたいな話はちらっと聞いた。なんかそのジョーが使わなかった理由、そのバナさん戦じゃなくて全体的にジョーが使わない理由、練習はしてるけどなんかちょっとしっくりきてなくてみたいな、うん、自信を持てないから今は使わないみたいな話をどっかでちらっとした気がするから、まあ、それでかなって。楽しみ楽しみ。100% 信用できないキャラをバナムさんに出すってすごく嫌だなと思った。待って、デモでしょ。デモ出すしかなかったって。え、ちょっとごめん、あれ、デモのことそんな詳しくないけど、いや、デモでしょ。いやー、いや、でもロボット出てくるって思っちゃいましたけどね、なんか。ああ、そうなんだ。キャラ的にメンメンが分かんないってレオが言ってたから、うん、だったらやっぱ不規則強いロボットとかワンちゃん出てくるんじゃないかなって思ったら、まあ、脳内勝ってる試合は結構ね、ロボやと想像しやすい、うん、なるほどね、なるほどね。エロボ出た時どうやった？そうだよ、でもビビった。どう対策？確かに何も準備してきてない。逆、どう、そう、やっぱあれか、満を持して出してきたと思ったのか、苦肉の策で出してきたのかと思ったのかっていうのは、レオ側がそもそも準備してたロボットを出してきたのか、うん、なんかそうじゃなくて、いや俺の手持ちじゃ勝てねえ、うわもうロボ出すかってロボ出してきたのか。ああ、多分体感的に後者の方なのか。後者ですね。なんか、ああ、じゃあそう思って最初ロボじゃなかったもんね。最初はカムイだったんで。ああ、そうですね。カムイで確かに僕もフリーやって、メンメンカムイやって、うん、ルキナが結構勝ち越したんだけど、メンメンは3割ぐらいしか勝てなくて、全然勝てなくて、マジ強いな、やばすぎて、じゃあ確かに、それで最初カムイ出してきて、うん、またカムイメンメンでやって、まあ、勝って、でレオが多分俺はカムイ出してくると思ってたんだけど、ロボット出してきて、多分苦肉のサークルで出してきたら、なんか元がいけんじゃんみたいな感じで、あ、なるほどね。1戦目終わったで、2000終わったぐらいで、あ、もうこれはこれはってなった。そう、多分そんな感じになってていけるなって思ったから、多分そういうパッとできたキャラいけるなって思ったらマジで楽やな、気分、まあ、そうね、うん、最初ちょっと怖いけど、なんか深いことないからね、そういうことよね。まあ、ロボット対策自体もしてるし、うん、だってね、ザクレイ君とかやっぱ意識してるから、うん、そう、うん、それがなんかまた全然違うキャラってちょっと怖いけど、そうだね、まあ、ロボなら、うん、まあ、ザクレ君とはやったから、かかり1年前だけど、はいはい、1年前、ね、その経験を求めて戦ってたわ。あ、メメが変わってるんじゃなかったっけ、あれって、アップで前で、あ、メメが変わってるね、メメが弱くなってるね、クーエヌとかが、まあ、削り値とか、削り値とか、いろいろ、それでもね、めちゃめちゃ対策してたもんね。
ロボット、うんうん、まあ昔桜井くんに苦しめられてたから、うんうん、相当対策はしてたから、うん、優勝は気分いいでしょう。すごい気分良かったね。でまあ優勝そうだよね。本当に気分良かったね。気分良かったし箔がめっちゃつくじゃない、うん、一発目移籍して一発目、うん、クソバカでが最強大会で優勝これですか、これですよね。みんなに見えてないか。僕らちょっと裏で映像見ながらやってるんですけど、一番強いやつに勝って、そういうことよ。ああ、だってね、世界最強倒して、世界最強を倒して、まあ、世界最強になったわけですから、うん、もう、はい、チームとしてもこうチームにこうちゃんと成果出しましたけどね、うん、やっぱその時はお俺のこと取ってよかったなってなりましたか。やっぱりバナさん、バナさん元気だからならないよね。あ、まあまあ、後悔はさせないっては思ってましたね。あかっこいい、すごいな。まあ、もう一発目で、はい、もう CR のオフィスにいた人手挙げたろうね、バザーン。やったー、ゲーム最高の点に入れとったそう、うん、向こうもね、知らないわけよ、ね、そうだね、確かに確かに、うんうんうん、で、一番強いやつだし優勝したら、そりゃ気分いいよな。なんかこう、かけていただいた言葉とかってあったりするんですか、その優勝した後に。まあ、もちろんおめでとうと来ると思うんですけど、はいはい、ボーナスみたいな、なんとか、なんか、いや、それとちょっとまたマネージャーとしますね。一番気になるんだよね。あ、やっぱあれ聞きたいかも、最後、うん、あれ日本の大会との違いみたいな話、うん、多分いろいろ話してると思うけど、あ、まあ、多分これ出たってさ、かかり火も出てたじゃん、うんうん、なんかそういう話聞きたいかも。なんとなく所感でいいけど。そうだね、ああ、連綿刺さるね。海外か、海外が、ああ、そうなんや。ケンさんも同じこと言ってるけど、ソニックバリ刺さってんだよ。そっかそっか、そうね、うんうん、なんだろう、対策されてないからすごい伸び伸びできちゃってるんで、はいはい、海外は。日本は逆なんだけど、うん、そうだ、やっぱ日本は全然活躍できないんだけど、バナナさんだって日本ルッキーなんで海外メンメンだもん、ね、そうそう、ね、そうマジで見てて思う、場所によって、うん、いやでもすごいね、それだけやっぱ日本の層が厚いっていうことだよね。そう、なんか日本の人気キャラと海外の人気キャラ違うんですよね。うんうんうん、そうだから、それで多分キャラ対策の連動の差はありそう、うん、スティーブとメンメンはマジで日本多すぎる、めちゃめちゃ進んでるんですけど、うんうん、海外やっと今ねスティーブ増えてきたけど、そうだね、そう、でもメンメンいないからね、メンメンいないからね、ダバル先輩しかいないからね、ダバル先輩使ってないからね、ピンクフレッシュしかいなかった、ピンクフレッシュおったな、熱いな、そう、あ、ピンクフレッシュ、その2人しかいないんだよ。そういう意味でも、じゃあもし今後海外の大会見るならメンメンが多くなるし、うん、そう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 、まあ日本だったらルキナが多くなるかもね、ぐらい、まあルキナが多くなるね、どうしても、むしろ他のキャラとかは何も考えない、まあ2キャラでいいかなぐらい、まあ困ってないから2キャラでいいかな、今のところは困ってない。結構悩んでる時期あったもんね、キャラどうしよう、うん、これ増やそうかなみたいな、マセヒロス出そうかな、うーんで、ホモヒカどうしようかなって、前来てくれた時そんな話を裏でちょっとしたんだよね、うん、俺なんか聞いたわ、うん、バナさんに、うんうん、これめっちゃ説得した曲あるもん、バナナさんに、うん、いや2キャラでいけるめっちゃ説得した、今勝てる状況なんだから2キャラで絶対いける、そう、そっかそっか、そう、レインさんのおかげなんですよ。あありがとうね、気使ってもらっちゃって。買いました、お疲れ様です。まずまずまあ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 、そう、めっちゃ説得していただいたんで、それなんですよ。そうなんだね。いや、なんかあの時ってその MK リオとかスパーゴにも結構勝率良かったって言ってて、うん、で大会勝てなかったけど、うん、その時はでも、いや MK リオ倒してるんだったらいけるやんって話になってて、うん、そう、そしたらホムヒカ使おうかなって超悩んでたんですよ。うん、そう、でもいや、バラさん、いや勝てるやん今ってなって言ったら、なんかいけるんじゃないのみたいな、褒め方も使ったんで、今年優勝難しいかもだけど、うん、2キャラでやればいけるんじゃないかみたいな話をしてて、うん、そしたら見事ね、そう、でもこれバナムさんの実力がする、いや、レイさんの教えのおかげなんですよ。いいですって、いいですって、うちなんてもう CR さんと比べたらもう、ね、うそろそろあの MC 変えていいですか。まずい、あ、ごめん、最後にさ聞きたいんですが、カイト君はさ、なんかキャラクターなってたりしないの、まだするんかな。いや、多分ないと思う。え、ないのか。じゃあグッズとかも売られないんかな。まあコーチはコーチって別なの、じゃあ別なのかなと思うんですね。確かに、そっか、いや、ほら今度はじゃあカイト君とバナさん連れて、うん、ね、うん、CR ショップ行って鼻高いでしょうね。いますよ、これ俺俺俺なら絶対言っちゃう、店員さんに俺俺っす
はい、帰ってくださいって帰ってください、はい、こんってこんなんしてくださいとかじゃなくて、もう勝手にというか向こう側がこれでどうですかみたいな感じで、あのキャラクター、あー確かにそのバナさんのキャラクター、あーそうです、うん、なんかめっちゃかっこいいよな、あれのイメージが欲しいみたいなことで、もう全部指定して欲しいみたいなこと言われて、あーなるほど、そんな剣持っててみたいな、そうそう、でまあルキナをイメージして欲しいみたいな感じになってて、まあ、僕帽子よくかぶってるんで、確かに帽子ってどうしようかなみたいな、すごい悩んでたって感じです、あ、うん、そうじゃあ消しっぽくした方がまあ合うんじゃないかみたいな、ね、ヘルムとか着てでも、ね、まあ違和感ないよねみたいな、確かに確かに、CRもう素晴らしいですよ、所属っていうのは本当にもうめでたいことだなと思います、はい、それからもちろんダブルダウンね、はい、もちろん優勝したっていう、もう素晴らしいね結果2つありますから、今度は本当にちょっと CR ショップ行かせてください、あ、ぜひ、うん、一緒にね、あ、一緒に行きますね、もちろんです、行きますその反応を僕は楽しみながら見てる今後も頑張ってください、ね、応援しております、はいはい、今後の大会に期待、まあ、自分が架け橋になればなと思って、 CR2 をうまく使って、うん、まあ、スマブラっていう部分を知ってもらいたいなと、うん、って思ってなるんで、かっこいい、イエス全員にスマブラをね、そう、全員に知ってもらおうと思ってます、言えないぜ俺はそんなことね、俺を知ってくれってまずなんかなっちゃいそうだけどっていう今は野望もあるわけですね、はい、はい、いやもうそうなってくれたらもう万々歳ですよ、みんなが幸せになりますから、うん、そんな新しく CR に入ったバナナさんの配信が、嘘でしょ、概要欄に書いてあるんです皆さん、概要欄にこれは見なきゃ損ですよ、コメントし放題、コメントもメンバーシップもやってる、メンバーシップが嘘でしょ、概要欄ぜひ見てください、皆さん、はい、概要欄の方にですね、ヒカルくん、ねねさん、そしてレインさんの YouTube チャンネル、Twitch のチャンネル、それから SNS の方を貼らせていただいておりますので、そちらもチェックしていただいて、フォローと、ね、チャンネル登録していただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう、さよなら、おめでとう、ひどいごますり配信で、なんでね、そんなことねえだろ